YouTube をご覧の皆様こんにちは、ワイパーの鈴木です。はい、まずですね、先日販売した US ネイビーのトレーニングセットアップ、大好評いただきありがとうございました。でその時にですね、アメリカから一緒にこちらのパンツも入荷してきたので、今回ご紹介するアイテム、こちら、米軍の APFU トレーニングパンツになります。まずこちらなんですけど、ご存知の方も多いと思います。米軍のトレーニングユニフォームで最も有名な IPFU インプローブドフィジカルフィットネスユニフォーム、そちらから、さらにですね、後期型になったこちら改善されたですね APFU のパンツになります。でこの APFU というものがですね、 IPFU から新たにですねアーミーフィジカルフィットネスユニフォームというような形でアップデートされたモデルになっております。IPFU のパンツがこちらブラックのナイロンのパンツであるのに対して、 APFU に関してはですね、こちら刺繍が新たに加わっております。まあ、その他にもトップスとかで言うと結構あのイメージ変わると思うんですけど、黒ベースに黄色の V 字のラインになっております。でそれとセットアップで着用するこちらのパンツなんですけど、結構ですね細かいところ考えられております。こちらですね、まず特徴的なのがこの米軍の刺繍ですね、こちら US Army のスターマークの刺繍が入っております。まあ、米軍が好きという方ですね、このロゴおなじみかと思うんですけど、まあ、シンプルなパンツなんでこういったワンポイントの刺繍結構アクセントになっていると思います。でその他にこちらですね、結構履き心地のいいナイロン、ブラックのナイロンが素材使われております。これそんなにですね、こう分かりますか、シャカシャカ音がしないので、まあ、着用する際もですねうるさくなく静かに着れると思います。で他にこちら、これは前回から変わらずですね、ファスナー開きの、はい、こういった感じの裾になっております。でこの裾に関してはですね、このようにゴムシャーリングになっていますので、スニーカーであったりとかに履きやすいような、合わせやすいようなデザインになっております。結構ここ数年こういうトラックパンツ非常に人気だと思うんですけど、そういった点ではですね人気の火付け役になったパンツなんじゃないかなと思われます。で他にこちらですね、ウエストはゴム仕様になっているので、イージーパンツとして履ける、はい、こういった感じのゴムシャーリングで、さらに、はい、このようにスピンドルの紐がついているのでウエストの調整も可能になっております。はい、でこのように背面にはポケットなしになっております。その代わり両サイドにですねポケットがあるので、こういった形でこうスマートフォン、財布だったりとかを入れるには申し分ないようなスペックになっております。でこちらですね、前回の IPFU から変更された点として、このようにですね裏が、以前はメッシュが貼ってあったんですけど、こういった形で生地が一重のものになっております。それをすることによって結構夏場も快適に履けるんじゃないかなというような仕様がですねアップデートされております。かつ、その分メッシュがない分ですね少し軽量になったので、柔らかい生地の感じも相まって履き心地はさらに良くなっております。これはですねトップスでも言えることなんですけど、前回の IPFU がですね結構シャリ感のあるナイロンだったのに対して、こちら APFU はですね全体的にこの絹ずれの音が少ないような柔らかいナイロンになっております。非常にシンプルなんですけど、なかなか使い勝手のいいパンツだと思います。これがですねなかなか何気に探すとですね、実物のこういったトレーニングパンツ、ジャケットよりもですね球数は少ないんじゃないかなと思うので、結構探している方多いと思います。では続いてはですね、こちら実際履いてみたいと思います。はい、ということで、これはもう超シンプルに T シャツで合わせてみました。こんな感じでこの裾がですねスニーカーと相性抜群なんじゃないかなと思います。でこうシンプルなんですけど、さりげなくここに刺繍が入ってるのがポイントです。これで MR を着用してます。でさらにですねこちら
これ以前ワイパーインクで販売したコーデュラナイロンを使った IPFU を模したですねジャケットなんですけど、こちらですねまた新たに再度2回目追加を予定していますので、はい、まあ、これもですね期待して待ってる方多いんじゃないかなと思います。で、まあ、こんな感じでちょっと素材は違うんですけどセットアップ風に着こなせてみるとこんな感じになっております。いいんじゃないですかね。ナイロンのセットアップ好きな方多いと思うので、まあ、こういうようなですね、まあ、もちろん APFU のジャケットであったりとか、あとは IPFU の実物のジャケット持ってる方も多いと思いますので、まあ、こういうような感じのこのナイロンのパンツ合わせやすいようなブラックのパンツですので、いろんなアイテムと相性抜群だと思いますので、はい、こういうような合わせ方もおすすめになっております。はい、ということでこちらですねセットアップだったりナイロンのセットアップとして着用することはもちろん、今からの時期はですねシンプルに T シャツに合わせてもストリートな感じで着られるおすすめのアイテムになっております。まあ、気になる販売はですねこの動画の翌日から販売開始となっていますので、探していた方はですねぜひこの機会をお見逃しなく。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。